1950年代から1960年代にかけて活躍したポーランド系フランス人の陸上競技選手である。この間ジャジュは9つの世界記録と17のヨーロッパ記録、51ものフランス記録を樹立。1960年ローマオリンピックの銀メダルのほか、ヨーロッパ選手権でも2つの金メダル、1つの銅メダルを獲得した。 ジャジがその名を轟かせるようになったのは1953年に1000メートルでフランスの学生チャンピオンに輝いてからであった。20歳となった1956年にはメルボルンオリンピックに出場。しかし決勝に進出することなく敗れている。1958年のヨーロッパ選手権では1500メートルに出場し10位という成績を残す。 二度目のオリンピックとなった1960年、ローマオリンピックには1500メートルに出場。世界新記録で優勝したオーストラリアのハーブエリオットに敗れたものの、銀メダルを獲得した。三度目のオリンピックとなった1964年、東京オリンピックでは5000メートルに出場。優勝したアメリカのボブシュールから1秒以内に4人がゴールする激戦の中、 ジャジュは13分49秒8で、銅メダルを獲得した、アメリカのウィリアム・デリンジャーと、同タイムながら4位となり、惜しくもメダル獲得はならなかった。1965年には1マイルと2マイルで、世界新記録を受立。最後のシーズンとなった1966年には、ヨーロッパ選手権に出場し、5000メートルで、金、1500メートルで、銀メダルを獲得した。 ありがとうございます。